安倍、お前の記者会見はやらせじゃないかよ。官僚が書いたもののプロンプターを読んでるだけじゃん。記者からの質問も事前検閲して最初から決まっていて、安倍、お前は答えを読んでいるだけ。つまり全部が台本通りの芝居。国民を騙してる。安倍、お前は恥ずかしくないのか。新聞社の記者も同じ騙しの犯罪の共犯者ってわけか。安倍、お前は本当に豚うんこ。安倍、お前、わかったな？僕ちゃんのことを豚うんこって呼ばないで。雨でもバナナでも欲しいものはあげるからさ。なんで僕ちゃんが豚うんこなの？